どうもこんばんは。すいませんね、本当にね。ごめんなさい。多分そう、俺はね、ドラを鳴らしたんじゃないかと思ってる。何これ。合図をね、クリアクリアキ D が、ね、面白いんですよね。そっか、ストライクの動きも見えたな。いろいろね、これいろいろありましたね。とりあえずね、あの普通ありえない動きをしていただきまして、普通ね、ここ静かですもんね。そうですよ。3で始まっていくんだけど、ね、普通、はい、3、2、何それって何それってすげえ気になるから、ふわっとした感じで今回は始まってるんですけど、クリアキのせいですから、本当にね、はい、申し訳ございません。すいません。ということで、みんなの街の投稿事件簿でございますけども、やってまいりましたね、今回も、いろんな事件がありましてですね、ご紹介させていただくのは、なにわんちゅからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今からですね、今約30年ぐらい前ですかね、はっきり覚えてはいないですと。その頃の出来事なんですけども、当時県外の勤務先まで車で1時間かけて通っていました。はい、その道のりの半分は山道、で山道なのに結構交通量あるんですよ。あ、そうなんだ。はい、で、夜間はですね、やんちゃな人が走るのか単独事故もそこはよく起きていた。ある日の帰り道、先に見える沢にかかる橋にですね、数台のパトカー、警察官、そして通行する車から隠すようにブルーシートが掲げられてましたと。また事故かよと、ね、思いながら通り過ぎたんですけども、後日それが何か分かったんです。はい、教師が妻を殺害して遺体を山中に遺棄した。ほう。供述通り丸々の山中で発見されたというね、そういう事件なんですけども、あれがそうやんとなったらしいんです。なるほどね。で、その教師の勤務していた学校は私の母校でしたと。あ、そうなんだ。卒業して10年以上のことなので、その教師知らないんですけども、報道を受けて行われた学校の記者会見に現れた校長は私のクラスの当時の担任の先生だったんです。事件とはおよそ縁がない田舎で起きた出来事です。これだからね、うちの近所でそんなことを起こると思わなかったって、だいたいニュースの報道されると近所の人って言ってるけど、でもそういうのを見ても言うのかな、多分俺らとかがそういうのにインタビューされたとして、インタビューされて言うじゃん、はい、あのこういう事件がありましたが、はいはいはい、いやうちの近所でこういうことがあるなんて思いませんでしたって絶対言ってるじゃん、みんな、はい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 、自分の町でインタビューされたら言うのかな、はい、やっぱり一番最初にそれが思いつくのかな。いや、こんなところでこんなことがあるなんて思わなかったですって聞き方によるんじゃない、インタビュアーの。こういうところでこういうことがあると思いましたか。バカかよお前。失格。なんでこいつを生かせたの報道局はね。それを引き出したい。じゃあもう D がバカですよ。そうですよね、D と P がバカですよ。で、あと俺いつも思うのが、ブルーシートってもともとの役割って何で生まれたものなんでしょうね。あれ結構頑丈やもんね。頑丈やから、工事現場とかも多いよ。ああ、そうなのか。雨風に強いから。元はそうなのか。じゃあ絶対だから、あの屋根を修復作業とかしてる時に あれをかけとくんですよ、はい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 、そしたら雨入ってけえへんし。なるほどね。とか使われ方が絶対さ、ブルーシートでなんとかっていうと、もう犯罪が一番最初に出てくるのね、はい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 、俺の中ではなんとなく、ね、遺体を隠す時とかもね。そうそう、だからイメージがすごくあんま良くないなって思いますよね。あ、今日ブルーシートまとって。いや、誰がブルーシートだ。ブルーシート違うだろ。こんなポップなわけわかんないブルーシートあるかよ。遺棄されてるのかと思う。違えよ。猫が正気してんだよこれは。なんだこのシャツ。ありがとう。プレゼントありがとう。ありがとう。面白い、ちょっとこれね。続きまして、はい、中野島さんからいただきました。中野島さん、はい、僕と仲のいい友人が大学の春休みに大阪で体験した話なんですけども、はいはい、その日はもう昼間から飲み歩いてね、で楽しいな、ゆっくり観光スポットいろいろ行ってたんです、はい、でとある場所にですね、すごくレトロな映画館がありまして、うん、で2人とも映画好きだから、ノリでこのレトロな映画館入ってみようって入りました、はいはい、でもちろんレトロな映画館なので、うん、なんていうんですか、最新のものを上映するんじゃなくて、昔のちょっと版権買ってちょっとリバイバルしてるみたいな、一昔のやつね、はい、で大学生が700円ぐらいで安かったんです。安
僕らは当時まだ20歳、エロいことばかり考える大学生なので、うん、ポルノを見ようと。あーエロいな。券売機で発見して受付に持って行ったんですが、はい、受付のおばあさんが僕らの方を無言でじーっと見てくるんですね、うん、で後ろにいた従業員2人とひそひそ話をしだしました。ほう、ちょっと怖くなってきて、うん、でどうしようかって言ったんですけども、ただその後普通に券をね渡されてもね、うん、通れなっつって、うん、で通されたからなんだあの店員たちみたいな感じでね、うん、文句言いながら中入ったんです、はい、そしたら映画はすでに上映してました。ほう、なんか中途半端な時に来てもうたなみたいな感じになってて、はいはいね、で館内からですねなんか異様な雰囲気を感じ出すんです、うん、で席には座らずに後ろで立ち見しようって、ちょっと気持ち悪いからっつって、うんうん、そしたらですねおじいさん二人がですね我々の元へ来て、君たち若いね、今日初めて、はいはい、こんな若い子めったに来ないよね、気持ち悪いね、何ですかこれ、急に至近距離で話してくるんですね、ええでもうね、こんな若い子めったに来ないよねって言いながらケツ揉んできたんです。で僕と友人はもう訳分からずに動揺していると映画が終わってパッと明るくなったんですよね、うん、で見渡すと館内には男しかいなくてですね、女装している人とかもいるんですね。うわーなるほど、はい、で、中年のおじいさん、あおっさん、中年のおっさんおじいさんばかりで、うん、もう全員がその若者2人のこの我々の方を凝視してるんですよ。いいのがおると、はい、多分ここは男性たちの発展場だったんですね。うわーはーはーなるほど、はい、とんでもないところに行ってしまったと焦っていると、尻を揉んできたおじいさんが耳元で、ゆっくりしてきなって言うんです。いやこれはちょっと帰りたい、もう帰ろう、ってなるんですけど、はい、で館内にいる男たちにもロックオンされてるんですよ。うわー出れないんですよ。出してくれ。そしたらですねがっつり女装を決めたおじいさんがこっちに歩いてくるんですよ。顔しわくちゃのおじいなんですけど、ギャル風のメイクをしていてスタイルが異常に良くて、いやそうなんかい、で太ももがすべすべだったのが印象的ですと、はははで香水の匂いがきつくてですね、しかもその香水の匂いが若い子が使ってそうな香水なんですよ、で話聞くと夜のお店で働いてるわと、源氏名とかあるんですかって聞いたら、うん、ゆかって言うねん、結構絡みあるんじゃねえか、普通に喋ってんじゃん。で私の母親の名前と被ってたのでゾッとしましたと、はい、でおじいさんは若い子大好きここいいところよあそうですか、ね、言うてくるんですよ、あもうアウトだなこれはと、うんうん、とっさにですね、ランチしてから夕方にもう一回来ます、はい、楽しみだなみたいな、絶対来るわけねえだろね、嘘をついて映画館から逃げました、はい、出れたのね、はい、その後友人と僕はですね適当な飲食店に入って食事をしたのですが、はい、食べ物が喉を通りませんでした。なるほど。ちなみにその映画は発展場として有名な大阪では有名なディープスポットでしたと、入る前にちゃんと調べるべきだったと後悔しているんですと。だから知る人ぞ知るっていうかね、はい、そこに行く人っていうのはそういうことでしょって、はい、いう場所なんでしょうね。そうですね、まあこれは知らなかったからでしょうね、うん、旅行に行った先とかでついついね旅行というか知らない場所入るとだって岩横がねああ行ってたね、あれは間違えてサウナでサウナ入ったらそのサウナが発展場だったっていうね、うんうん、確かに ねあれはでも逃れるのが結構やっぱりね あいつだって晴れたって言ってねそうでしょピー入れてくださいね。だから一番最初のね七不思議がやった百物語でねその話をしてだからなんか変な空気になったよねその時ね。あそうそう、うん、怖い話、ね、うん急にバレた話したんだね。いやいやいやねすごい方だなっていうイメージがつきましたね。続きまして、はい、月上響さんです。はい、4年ほど前ですね、ある日デイサービスのお迎えの準備やショートステイで泊まっていた方、うん、そういったことで働かれてるんですけども、はい、血圧測定をして、まあいろいろ働いていると電話がかかってきたんです、うん、私が電話の近くにいたので出ました。はい、そしたらデイサービスを利用される N さんの家族からの電話、う
ご家族からですね、急ですいませんが今日の利用休ませますと言われたんですね。でこの急に来ない場合、急に休む場合、うん、まあまあ体調不良が理由が一つですね、うん、はい、そうですね。で、もしくはこの N さん自体が利用を拒否している、はいはい、あるでしょう、はい、それで N さん家族の休養に N さんも一緒に連れて行かなければならなかったみたいな、うんうん、そういう3つが考えられるんですけども、はい、私は休まれる理由確認しました、うん、なぜならこの2の場合スタッフが利用者の元に伺って、うん、話を聞くことで気持ちが落ち着いて利用されるというケースがあるからなんですね。なるほど。で、この1の場合だと電話を切る際にお大事になさってくださいと一言付け加えることもできると、うん、まあ、いろいろパターンがあるからなるほどね。で N さんの家族から来た返答はですね、うん、いやーなんというか、うん、とにかく休ませますみたいなことなんです。玉虫色でしょ。でもそれ以上聞けないから、分かりましたと、次回のご利用日はいついつですのでよろしくと、うん、で電話を切りましてお迎え担当のスタッフに N さんの利用休みを報告、うん、私は別の業務に取り掛かる。その後ですね、デイリーサービスの利用者が退所した際ですね、来所した際ですね、町側ルートで迎えに行ったスタッフから、うん、N さんの家の前にパトカーと救急車が来てたよって言うんですって。何があったの？その報告に、まあ、みんなびっくりしてですね、うん、で、何があったんだろうねみたいな。でそこから数日後、うん、N さんのデイサービス利用日の日です、はい、N さんはですねいつもと変わらない様子でですね家の前で待ってるんですね。へで、まあ、次の利用者のお宅へ向けて車を発進させると、うん、N さんがこの間休んだのはなぁと何があったか話してくれたんですね、うん、はい、それによると、うん、お孫さん女の子で中学生なんですけども、はい、学校に向かうために玄関を出て、うん、スクールバス待ってたらしいんです、はいはい、そしたら突然ですね、うん、このお孫さん中学生の女の子のお父さんですね、はいはい、お父さんがですね、うん、どこに行くんだ勝手なことするなって怒鳴りながら暴力振り出したんですって。で、まあまあお母さんの方が止めに入ってもそれを払いのけて、はい、学校に行くんだって言ってて、うん、嘘をつくなーっつって、で怒鳴り散らした挙句包丁を持ってきて襲いかかると。危な。でこのね揉み合い、はい、取っ組み合いになって、はい、でこの娘さんの方がこの包丁をなんとかしようと思ったのが刺さっちゃったと。はい、はい、で、はい、まあ、幸い傷がですね浅くて、はい、で大丈夫だったんだけどこの娘さんの方が傷害の現行犯で逮捕されたと。これそうか、傷害なのか。なお事件当時息子をこのねお父さんの方はアルコールや薬物の犯行、はい、反応はなくて直前に喧嘩をしていたわけでもなかった。なんで何が原因でこういうことになったのかちょっとわからないですけどみたいな話なんですけど、そういったことがあって N さんが、まあ、いけないと。いやそれはもちろんそうだろうね、ね感じなんですって。いやなんか多分ね話聞いてる感じだと、もともとなんだろう、わかんない、精神的な病気があったとか、うん、でそれかまあ薬物お酒関係だったのかなとか思ったけど、違いましたね。そうじゃないんだね。お娘さんと折り合いが悪かったのかっていうところしかちょっと考える余地がないよね、うんうん、まあなんか疑ってたってことでしょ。まあそうっすね、学校じゃねえだろお前行くのは、日々なんかあったんでしょうね、いやそうだろう、悪い仲間と例えばつるんでるってお父さんは決めつけてね、そう決めつけてるから行くことを許さないみたいな、正当防衛じゃん、目撃者あったらじゃない。そうか、でもお母さん見てるからね、多分大丈夫だと思いますけどね。そうだよね、うん、なんかちょっとそこの方が心配になっちゃって、だってかね娘さんもかわいそうじゃんか、まあ親父がなんでそんな風になったのかが全く分かんないですけどね。続きまして、ケントからいただきました。ケント、ケントからいただきました。黒幕じゃないですか、タイトルが母の気候っていうタイトルですね。あるだろう、ケントならあるだろう。今回投稿させていただくのは現在41歳の私が中2の時の話ですと。だからあのケントじゃないですね。違うケントだ、当時私は野球、はい、もう野球が好きでもう毎日野球漬け、うん、そうなんだ。でまあそこそこうまかったんですって。ほう。で中学は結構強い全国大会最有力候補チームで、あーすごいじゃん、入れたけどレギュラーにはなれない。それがあまりにも悔しくてですね、うん、練習が終わった後に10キロのランニング、50メーターの坂道ダッシュ10本、素振り1000回、すごいね。自分を究極に追い込んで、はい、突然バッティングが開花します。そうなんだ。周りも驚くくらい練習で打ちまくって、うん、で結果も残して
他の控え選手たちからマジで頑張れお前レギュラーあるぞこれって、お当時14年間の人生の中で一番頑張りました。健闘いいぞ。そんなある日、うん、全体練習が終わったのに10キロのランニングこれしてる時ですね、うん、はいはい、まあ、当然夜道をですね走りますよ練習後なんで。そう、ね、街灯が少ない箇所になって少ししたところで自転車の音が後ろから聞こえてきたんです、はい、で自転車がですね後ろから来てるから横を避けたらこうね自分の横をこうね、まあ、通ってくる通ってくじゃない、うん、でそうやろうとしたんですけどもその自転車なかなか自分を抜かさないんですね、うん、はいはい、で最初はやけにゆっくり自転車こいでるなぐらいしか思わなかったんですけども、うん、また少しこうねあれ来ないなっつって歩き出したら、うん、また近づいてくるんですって。うん、変な感じだね。でここで気づくんですけども、あ、ついてきてるなと。なるほど。だからペース上げました。うん、そしたらチャリもですね同じぐらいのペースで来るんですね、うん、気持ち悪いね。で1キロぐらい走りました、うん、で大きな下り坂になったために息をつけて走った。でもねチャリやからブルーって来るよ ね、 いいね。で下り坂で自転車のスピード上げすぎたのか、うん、一瞬自分の斜め後ろに来たのが分かったのでそこで思い切って、うん、振り向いて顔を見ました、はい、そしたら中年の太ったおばさんがニヤニヤ笑いながら私を見ていました。怖っなって、うん、逃げようっつって教室の中いろいろ考えていると、はい、下り坂が終わるところで自転車が入ってくるには戸惑うぐらいのすごい細い道があるんです、はい、はい、うん、路地があるんですけどもそこに逃げ込もうと。はい、そうやったら大丈夫だね、はい、で、そこに入って全力で走りました、はい、まあ、チャリ入ってこれないですよ、うん、だから自転車の音聞こえなくなった。よかった。でその路地を抜けたら友人の家があるのでそこに逃げ込んで、うん、でその友人の両親が私を車で自宅まで送ってくれてその日は終わったんです、うんうん、それから親やその友人の両親から強くですね、うん、この10キロのランニング禁止、あら、禁止令出されたんですね。ほう。で後日野球の試合があって、うん、家族親族が多く観戦に来ていました、うん、私はレギュラー交代とはいかなかったもののベンチ入りしました。お、代打ですよね。これチャンスだよこれ、ね、打とう。おでいつ代打来るのかなと思ってワクワクしてたんですよ、うん、はいはい、で自分の家族も来てるな親戚も来てるなっつって打つしかないよ、ね、これはね。でその親戚も来てるなっつってパッて違う家族見たらあの中年の太ったおばさんがそこにいたんですよ。うわ怖っ。周りの部員の親族たちと楽しげに話していますと。え、うん、なるほど。誰なのか確認しました、うん、そしたらそのおばさん、私のバッティングが開花したことによりレギュラー交代させられかけていた部員の母親やったんです。後で知った話ですが、私のねバッティングが開花したのでレギュラー交代させられるのじゃないかと、レギュラーじゃなくなったら野球部辞めるとかねこの子が言ってたらしくて、その母親が私に練習させないようにいや行った行為だったんですって。ひどいね。めちゃくちゃ嫌な話ですね。かな、頑張るのはいいことじゃない。うん。で、PS、はい、全くこの出来事と関係ないんですけども、いろいろあって野球をやめた私はその後総合格闘技を始め、プロで試合するまでになりましたらしいです。ね、そっちの方が気になるわお前。何それ。うわ、頑張ったのお前は。すでに引退されてるらしいですけど。あ、そうなんですか。誰なんですかと。ね、気になります。戦績何出たのかとか。ケント。ね、あ、そう、ケントさんだよね。ケントさん。ね、いやでも人コアの最たるものですね。これは嫌ですよ。だって自分の息子で親介入すんなってそんなとこ関係ねえじゃねえかよ。そういう勝負じゃん、うん、誰かが出たら誰かが出れなくなるんだから9人やからね。そうね、うん、過酷ですよ。だからだから多分その息子もお母さんに言ってたのかな、俺ちょっとあいつに抜かされるかもしれない、うん、いやその子がかわいそうじゃない。かわいそう、ね、かわいそうだよ本当に。だって親にそんなことしろなんて言ったわけないし、うん、急にだって開花してきたんだったらケントも才能あったんだって。うん、お化けナイトは僕ちょっと思い出しましたね。なんで北野のお化けナイト上がってきたん急に。急に打てるようになってるバットを。いやあれバットでしょ。墓場に落ちてたバットをホームランばっかり打てるみたいな。そのバットは僕の方返してくれ。北野が来るんですけどね。山田がね拾うんですよ。そうなんです。メガネかけて。センターがねケムクジャラのやつがねパシッと取っちゃうんです。アウトってなって。ずるあれ。誰だよ。あれ以外出てきたことねえんだのケムクジャラのやつ。
あったけど。あったんですよ、はい、続きまして自販機男さんからいただきました。あ、なんか以前もいただいてましたよね。36年前ですね。私の母が20代半ばの時の体験談です。はい、職場まで車で通勤していました。退勤後車で帰ってくる。職場から家までは車で30分。人通りも車通りも多い街中にある職場から、家も信号も少なくて田んぼや雑木林の景色になってしまう家まで、運転している途中あることにお母さん気づきました。母の後ろの、ね、方ですね、ずっとつけてくる車があったんですね。怪しいですね。白い車らしいんですけども、でしばらく同じルートを走行してきて、ぴったり後ろについてきてるんですね。で、まあ、気にせず運転してたんですけども、それから10分ぐらいしたら人も歩いていなくて街灯もまばらになってくる道路があるんですが、はい、そこをもう走ってあと10分ぐらいで家なんですね。でもうすぐ家だな、うわついてきてるなと思った時に赤信号で止まりました。はい、で青になっているのを待ってたんですけども、サイドミラーで後ろちょっとね確認してみたんです。そしたらですね、ガチャ、あ、出てくるの？後ろの車の運転席のドア開きます。でその人がこっちに近づいてくるんです。何の用でしょう。うわ男の人や、怖、でも何かあったんちゃうかな、そんなことを思いながら一回視線をずらしてパッて隣見たら、もうその男性がそこにいてドアガチャ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 ってやってるんです。おー、穏やかじゃないですね。で一瞬頭真っ白になりまして、はい、でドアロックしてたから開けられなかったんですけども、はい、このドアガチャ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 し続けてるこの男なんですけども、はい、その白い車に乗ってたのその男一人じゃなかったんです。さらに3人男が降りてきたんですよ。あ、怖い、これは怖い。でしかも走ってきてるんですよ。逃げよう逃げよう、もうこれで助手席左右の後部座席のドアを一斉にカチャカチャして開けようとして、いやいやマジ怖いって。で、まあ、鍵かけてるから大丈夫だと思って、でももう声も出なくて、はい、でどれぐらいの時間耐えてたのかわからないけども、もう青になったからブラーンつってね、行くに限る、で白い車がですねしばらく続いてきました。携帯電話もなく24時間営業のお店もなく、でもう車降りるわけにもいかない、はい、人通りもない、もうどうしようっつって、でその結果早く帰りたい気持ちもあったけども家知られてはいけないじゃない、あ、そうだ、だからもうね、そいつを撒いて、でもう違うところに止めて、大変だ、で家帰ってきたと、はい、すぐに白い車がゆっくりと走りながら来て、運転手がですね窓を少し開けて、みたいな顔して走っていったと、はい、でもうねずっと警戒してですね、もう隠れながら時が過ぎるのを待ってたんですよ。はいはいはい、で、家にね帰るんですけども、ちょうどおばあちゃんがいたんで、安心感からその場でもう泣き崩れて今起きて伝えましたと、はい、で警察ね、通報しましたと、で警察に説明しましたと、でも周りが暗くてですね、ナンバー覚えてなかったから、そうか、でその男たちの格好がですね、帽子かぶってタオルで顔隠してるんですって。めちゃくちゃ怪しいじゃん。でこの状態だと特定難しいと、はい、だからとりあえず警察でパトロール強化しますねっていうことで終わったんですって。あ、なるほど。でこれ以来ですねちょっとトラウマになってね、半年ぐらいもう怖くなっちゃって、はい、そうでしょう、で結構な頻度でパトカーとすれ違うね、はい、ことが多くなったから、なるほど、強化してくれてね、実際ね、だからその後も何もなかったんですけども、これが母が実際に体験した誘拐未遂のお話になりますと。まあなるほどね、怖いっすよね。こういうのってさ、はい、赤信号で止まったわけじゃん、はい、赤信号で止まって後ろのやつが出てきてさ、ガチャガチャガチャってやってるでしょ、はい、この時にそのブーンって行っちゃうのっていうのはダメなの？いや、まあまあまあ、もう非常事態なので、そうだよね、ありっちゃありですし、とりあえずこのガチャガチャってしてやってる時にドアロックしてガーンってやったらそいつ飛びますんで、あ、そういうのが、はい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 、あ、攻撃方法として、なるほど、大赤身組の、必殺技なわけですね。急にガチャガチャガチャってしてるからロックをピンって上げてこっちからガーンって蹴ると、怖いよな、でも飛びますんで、飛ぶんでしょうけど、で締めて、恐ろしすぎるよ、右のこのタイヤで足踏みましょう、いや
メキ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 、メキメキ言って、ね、で出てきた3人はバックで引きましょうで警察に電話しましょう。正当防衛だでもこれはでもほんとこんなんマジで誘拐、これで誘拐とかっていうありそうだからね。絶対あるよ絶対ね。女一人で女性一人で運転してるのを見て、あいつ生きるぜみたいなね。いや悪いやつで、だからね、変な話時系列的に30何年前っていうと90何年とか80何年でしょ、うんうん、変な話拉致問題とかで たくさんの人がいなくなっておられた時期でもありますから、すごく怖いなちょっと思いましたね。怖いよね。怖い、めちゃくちゃ怖い。本当に国籍も分かんないんだもん、多分日本人なのかな分かんないけど。人ってね、窓がちょっと開いた時にこうやって入れてくる修正があるから、窓をちょっとだけウィンって開けて指入れた瞬間にクッて上げると、挟も痛い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 ってなるから、この痛い痛い痛いの状態でブーンって。いやもうダメだもんでもやってきたやつが悪いと車を使った護身術ですねこれね、皆さん覚えておきましょういやこれ怖いですね。いや、ね、いやすごい無事でね、よかったですよ、無事でよかったです本当。じゃあ続きまして、はい、なで型パエリアさんです。ありがとうございます。なで型パエリア5歳さんからです、はい、すいません5歳忘れてました。いろいろ情報が渋滞してますね、はい。私が5歳の時に、いや書いてあるからね5歳って、あ、うん、これ関係ないな5歳って関係ないんかい。なで型パエリアでいいのかな。いや、なで型パエリア5歳に改名してください、もう今日を機に、お願いします。保育園で体験した話なんですけども、はい、お昼寝の時間ってあるじゃないですか。ありますね。でこう隙間もないぐらいびっちりとね、こう布団敷かれてすごい、まあ、寝るんですけど、はいはい、まあ、寝れないんですよその日にね、うん、で周りの子たちを起こさないようにおとなしくしたんですけども、うん、ちょっと周りをね寝てる子もこうねキョロキョロ観察しながら、うん、そしたら隣に寝てた A 君とパチッと目が合ったと、うん、で、声は出さないけども、うん、ねこうね起きてるのみたいなどうもみたいな、ね、はい、そしたら A 君おもむろに私の手を掴んでですね、うん、そのまま A 君の布団の中へ、うん、何これ、うん、怖いんだけど。A 君はですね、私の手を自分のパジャマのズボンの中にまで持って行って、いやいやいや早い早いって、あそこを掴まされましたと。早いよ。で A 君は私の手首を掴んで動かすんです。いや早いってだから5歳ですよ、うん、何をされているかも分からず気持ち悪いなと思いつつされるがままです。うわ、うんうんうん。そしたら A 君満足したようで手を解放してくれたんですが、はあ、今度は A 君の手が私の布団に入ってきて、うん、私のパジャマのズボンに入れてこようとします。うわちょっと A 君すごいな。はい。でもう無視してこうやって、うん、やだよね、やってたら諦めたんですけども、はあ、男の子は子供の頃から G 行為をするとも言われてますし、 A 君自身も私を傷つけるつもりもなくて純粋に自分が気持ちいいと思う行為を私と共有したかったのかもしれません。でも大人になった今でも思い出してみると、うん、5歳つってもオスなんだなとちょっと怖いですと、ね、A 君とは別の小学校に進学してそれ以降一度も会ってないですが、はい、彼が健全に優しい男性に育っていってくれていることを願いますという。だもう性の芽生えが早かったんでしょうね、人一倍。まあ女の子の方がそうなんていうのかな、そういうの目覚めの早いとか言うけど、うん、でもまあまあ一部で言ったら早い男の子もいるだろうしね、うん、もうだってそういうことが気持ちいいってことはもう A 君は分かってるわけでしょ、うん、うん、早いね。なんか嫌ですね。嫌ですね。5歳でしょ。怒ることもできんしさ、なんか無限にさ。まあ、いや無理だね。ダメ。ダメ。ダメ。チンチン。チンチン触らせたらダメ。って言うしかないもんね。そうね。ダメダメそれ。いいけど。すごくいいことなんだけど。いいんかい。うん、気持ちよな、ね。でもダメなんだ。そうなんだ。さ、注意の言葉も聞けなかったよ。ホフさんだよ、ホフさんだとして、ね、男のホフさんだとして、そういう風に言ってあげることしかできないじゃない。先生もよくやるんだ。先生も今朝やってきたけど。いや今朝やってくんだよ。昨日の晩やれよ。なんで朝やってくんの。変な夢見たんだ。いいだろうそれ。ムラムラする。というところで、はいはい、みんなの街の投稿事件簿以上でございます、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、本当は彼のことが好きだったからです。ああそういうことなんですね、はい、乙女です。まあこれはね、なんか言えないんですよこれね。言えないよ言えないよ、好きだなんて、ね、何よりも君が近づいて、いや誰が郷ひろみやの好き、いやいや分かんねえだろこれ。アーチーチーアーチー、あーメドレーになってきたヒット曲順番流れてくるんだこれは。でドアの前にですね2人で立って
って、うん、端と端に寄りかかってですね、こう立ってたんですね。わかりますよ。ここにさ、座ってる時のここに立ってる女性の髪の毛当たるの嫌よねこれこれすごく微妙だよね。ここの、うん、ここの人とここの人の関係性ってさ、うん、結構こっちからなんか当たってるのに、うん、迷惑がある感じの人いるでしょ。こっち側でしょ。そう、当ててるのでしょ。当ててるのいやいやいや、なんであなたが触れてきたのみたいなでしょ。車高入れ失敗してるのお前だって距離感バグってのお前なのにいやなんか座ってる方が悪いみたいな感じになるよね。どうしますこれ、こう髪の毛、長い髪の毛がこう来たら、こうする、こうします。まあ、嗅ぐよね。嗅ぐんかい。アウトですアウトでした聞くやつ間違えた普通の人に聞けなかった3分ぐらい無駄にしましたそれもまた一挙では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね。めっちゃ怖いじゃん。いいですね。いいですね。面白いな。やっぱ面白いな。良きですね。マジ不思議プレゼンツ。階段に夢を。その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。階段によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ。賞金総額186万円。詳しくは URL から。一番怖かった。マジで。あれやばいよね。